リームキングダム、サリのモノクローブワールド。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送でお送りします。またショールームというアプリケーションでも同時に配信しております。放送中の映像を見ることができますので、漢字で一人10食と検索してぜひチェックしてみてくださいね。毎月第4金曜日18時から18時半はシンガーソングライター猫好きのサリが歌に込められたメッセージをお届けします。皆さんこんばんは。はい、始まりました、ドリームキングダムサリのモノクロームワールド第6回です。はい、皆さん今日は風が強いですね。今日ね、武蔵小杉タワープレスビルに来る途中に風が強くて強くて、あの桜の木とかね、わさわさ揺れていて、自分自身も結構フラフラしながら歩いていました。ね、でも桜綺麗ですね。あちこちで咲いていて、もう満開ですか。もう写真をね撮っている人の姿もよく見かけます。武蔵小杉タワープレスビルのね近くにも大きな桜が咲いているんですよ。皆さんね、お近く通りましたらぜひ見てみてください。はい、この番組はですね、私サリの音楽番組として、毎月第4金曜日18時から18時半放送してるんですけれども、あの私のオリジナル曲を、既存曲1曲、そして新曲1曲をお届けしています。そしてですね、今手元にアコースティックギター持ってるんですけど、なんと生放送、生演奏です。はい、皆さんぜひね楽しみにしててください。ちなみにこの番組の最後に発表が2つあります。大事な発表なので皆さん最後までしっかり聞いてくださいね。はい、でですね、あのいつも私メガネをかけてないんですけど、今日は赤いメガネをかけております。はい、この赤いメガネをかけて、あのツインテールなんですか、髪が、あのよくエヴァだって言われます。今ちょうどエヴァンゲリオンのね映画が放送されてると思うんですけど、あのね、エヴァじゃないって、キャラクターはマリだとそして私はサリだと、あのいつも思いながら、はい、エヴァですって言ってます。エヴァンゲリオンのキャラクターにねよく似てるって言われるんで、嬉しいことですよね。キャラクターに似てるって、キャラクターって可愛いから、結構アニメとか好きなんですけど、ね、映画も見に行きたいなと思ってます。面白いとよく聞いてますのでね。はい、ではですね、お便り今回も2通いただいているので、お便りを読ませていただきたいと思います。まず1通目、佐藤さん（犬派）。僕は犬派ですが、実は猫も大好きです。野良子猫と戯れて朝になっていたことや、崖から落ちてかけていた猫を助けたこともあります。猫超可愛いですよね。ところで猫語でも放送した方がサリファンの猫が増えやすいのではないでしょうか。ラジオの前の猫たちにメッセージお願いします。はい、ありがとうございます。野良の子猫と戯れて朝になっていたって、相当長い間戯れてたんですね。実際に私も野良猫と戯れていて、1時間ぐらいずっとあの猫ちゃんを膝に乗せていたことがあります。人懐っこい猫がいて、もう猫本当に大好き。自分は今飼ってないので、本当に野良ちゃんと戯れるのを楽しみに実はしているんですよ。大抵の猫ちゃんは逃げちゃうんですけどね。で、猫語で話した方がって言ってるんですけど、まさかね、このラジオを猫が聞いてるわけではないんじゃないかと思うんですが、一言だけね、猫ちゃんにこんにちはと伝えさせていただきますね。では、はい、きっと届いてると信じて猫のね鳴き真似得意なんですよ。よくやるんで、猫ちゃん飼ってた時は猫ちゃんと話もしてました、うんって言って。では続いてのお便り、お名前が、ラジオネームタカ（神奈川）さん。サリちゃんこんにちは。こんにちは。
先月のラジオはオンエアで聞けずアーカイブで見させてもらいました。元旦にはびっくりしました。遠近感がつかめずに大変だったのではないでしょうか。新曲の Call My Name、 深くしみるいい曲ですね。歌詞に思い当たることがあり、思わず泣いてしまいそうになりました。そしてそして3月といえば卒業のシーズンですね。学校の卒業式だったり、アイドルグループからの卒業だったり、卒業に関しての思い出って何かありますか？よかったら教えてください。来月は池袋でライブがあると聞いております。初めての会場で緊張するかもしれませんが、頑張ってください。またお便りしますと。ありがとうございます。はい、そうですね、先月のラジオは眼帯で私放送していたんです。初めて眼帯して、実はまだ黒目の傷が治っていないので、今日もねコンタクトレンズを使えずにいるのです。で、遠近感本当につかめなくて大変でしたね。よく壁とかに肩をぶつけたりしていました。で、卒業、そうですね、皆さんもね、もう学校卒業した方とかをね、お子さんが卒業したとかもあると思います。私自身卒業、そうですね、中学の時の卒業式に、その日もやっぱり風が強くて、スーパーサイジンのように髪を逆立てながら歩いて帰ったのを覚えてますそう、たくさんのね、その日はそうですね、なんかカメラ撮ってよかった、持ってきてよかったんですよ。だから友達はもちろん、たくさんの先生の方とね写真を撮って、でその写真たちはアルバムにしまっていて、今もねあるんですけど、でそのしまっていたその写真、お父さんが不意に取り出しまして、サリちゃん可愛いよって見せてきたんですけど、いやすごい、やっぱり自分幼いなと驚きましたねもう中学生の時の自分ですから、だいぶ変わってました。で今ではね、中学の時の友達、未だに連絡取ったりもするんですけど、やっぱり会えない人の方が多いじゃないですか。皆さんも卒業に関してどんな思い出がありますか？なんか思い浮かべたりとかね、してもらえたらいいんじゃないでしょうか。そう、というのも実はこの次歌う曲、私のオリジナル曲、春は風が強いっていうタイトルなんですけど、その曲はですね、卒業にちなんだ曲なんですよ。皆さんね、卒業とか入学式で風が強い印象ありませんか？今日も強かったじゃないですかね。それもう春っていつも風が強いっていう私の思いをそのままタイトルにしたんですけど、曲の内容としては卒業する人の寂しさ、そしてこれから始まる今後の新しい生活はどういうものなのか、そして今までお世話になった人々にもうありがとうございましたとか、もういろいろね本当に迷惑かけたりとかしてすいませんっていう、だからいろんな複雑な気持ちが、歌詞にね込められている曲なんです。で、そう、自分自身もやっぱり思い入れがあって、この作ったのは去年の3月なんですよ。アイドルグループを卒業した時に作った曲で、本当にその時にね、メンバーにもスタッフの方にも本当に恵まれてて、本当にありがとうございましたっていうね、なんか切ない気持ちで作った曲なんですよ。なので結構大事にしていて、今配信アプリでエンディング曲としてもね歌っている曲です。はい、春になって風が強い、そしてこの曲を思い浮かべてもらえたらすごく嬉しいです。それではですね、お聴きください。サリオリジナル曲で春は風が強い。
ありがとうございました。今歌ったのは春は風が強いサリーのオリジナル曲でした。はい、今のね、あの本当に切ない曲なんですけど、皆さんにね気持ちが伝わったらいいなと思っております。またね、あのただ切ないだけじゃなくて、これからね前に進む人のね強い気持ちも入っておるんですよ変な口調になってしまった。はい、で続いてはですね、あの今月発表する新曲、はい、こちらもね、あのきっと今ラジオ聴いてる方中には楽しみにしている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、ちなみに皆さん、ライブ、音楽ライブ見に行ったことありますか？あの今回の曲はですね、ライブに参加してきた人の帰り道をね描いた歌なんです。あのタイトルは余韻です。あのタイトル通り余韻に浸っているかのような歌詞です。好きなアーティストが目の前でパフォーマンスしていて、で、ね、その光景、その事実をかみしめる、ね、でそういうのはね実際にライブに行ったことない人じゃないときっと体験できないのではないかと思ってるんですけど、まあね、実際に行けない人もいると思います。ライブに行った後はこんな気持ちなのかってね、なんか感じられるような曲になってれば嬉しいなと。そして実際にライブに行ったことある人は、ライブに行った後の気持ち、あ、そういえばこんなだったなっていう風に思ってもらえればいいなと。実際にあの私がね思ってること
も書いてるんですけど、実際にこう思ってる人もいるんじゃないかなっていうね、こう想像も入ってます、ね、いろんな人の皆さんのね 思っているこの余韻を感じてください。それでは、次の曲参りましょう。はい、では新曲で余韻です。ありがとうございました。4月ではない、3月の新曲余韻でした。はい、ね、タイトルはね余韻と言っているから、ね、少し穏やかな曲かと思いきや、バンドをイメージした曲になっております。そう、最後のねラーっていうラララって歌うところあるんですけど、実際にライブでねいつか皆さんと一緒に歌えたらいいなと思って入れました。ね、こうやっぱりこのライブの最後にこう一緒にラララって歌うのってすごく素敵じゃないですか。憧れてるんですよ。いつか実現させたいと思ってます。はい、このね早いものでもう
2曲届けていって、その冒頭にお話しした大事な発表が2つあるっていうお話しした、皆さん覚えてますか？はい、そのうちの1つなんですけど、はい、私6月の26日の土曜日に3回目のワンマンライブを行います。はい、なんと場所はですね、横浜セブンスアベニューというところでやります。いやー、またね、こうやって前回は12月の12日にワンマンライブを行ったんですけれども、また半年後に、もう半年後、今からともう3ヶ月後ですね、3ヶ月後にもうワンマンライブ、またねこうやって機会にいただけて本当に本当に嬉しいです。皆さんね、本当に応援してくださってる方々のおかげなんですよ。本当にありがとうございますね。またワンマンライブに向けて今実はいろいろ準備をしているところなんですよ。6月の26日土曜日、また2部制でお届けする予定でございます。またバンドが聴けちゃうかもしれない、楽しみですね楽しみですね。今私も毎日毎日もうワクワクしながら準備しているところです。そしてもう一点、はい、このラジオ番組ドリームキングダムサリーのモノクロームワールド、18時から18時半の時間放送からお引越しすることになりました。はい、つまり4月からもね、また続けられるんですよ。やった、ありがとうございます。また4月からは、放送時間が毎月第2金曜日、毎月第2金曜日の時間が遅くなって18時半から19時になります。毎月第2金曜日18時半から19時、タイトルや内容は変わらず、ドリームキングダムサリーのモノクロームワールド。皆さん遅くなったのでね、もしかしたらね、実際にこの生放送は無料でね観覧することができるんです。今日もねこうやって来てくださってる方もいらっしゃるんですけどね、やっぱり18時からだとなかなかお仕事終わってからが間に合わないっていう方もいて、30分遅くなったことで少し来やすくなるかもしれないですね。そして聞きやすくなる方も多くなるのではないかと、まだね18時ぐらいお仕事が終わって、ああやっと聞けると思ったらもう終わりっていうパターンもあると思うんですけど、19時までやってる、18時半から19時までやってたらまたね聞ける可能性が増えるのではないかと思って、またね楽しみにしてます。なのでね、皆さん来月間違えないでくださいね。来月の放送は4月の9日金曜日ですよ。4月の9日18時半から19時です。はい、たくさん言ったのでね、多分覚えていただけたかなと思います。はい、またね次回の放送4月9日楽しみにしててください。ちなみに公式ホームページ、ツイッターやっております。私の公式ホームページはsari1107.com sari1107.com で、ツイッターは猫好きのサリです。ツイッターは猫好きのサリ、随時ね情報を更新していくので、皆さんぜひチェックしてください。ちなみにツイッターの方が毎日毎日更新していて、日常のね何気ないことをつぶやいたりもしてて、私自身のことも分かったりして面白いかなと思うので、ぜひツイッターでフォローしていただけたら嬉しいです。ちなみにインスタグラムもやってるんですけどね、インスタグラムにはたくさんの猫の写真載ってたりもします。一番ねフォローしてほしいのはツイッターかなと思います。で、そして今ショールームというねアプリケーションで中継放送をしてるんですけれども、よければね、ショールームというライブ配信アプリ、こちらもねインストールして、ぜひ私の配信見に来てくれたら嬉しいです。毎日ね配信やっておりますので。そうなんですよ、もう配信続けて1060日ぐらいになっております。結構ね長いこと続けてるんですよね。そう、なんかこうやってラジオとかで声を聞けるのはもちろん、毎日のようにねこうアーティストが動いてる姿を見れるっていうのもなかなか素敵じゃないかなと思ってます。皆さんね、ぜひその機会にショールームアプリもぜひインストールしてみてください。そして早いものでね、このラジオも終わりになるんですけれども、あとそうですね、ワンマンライブの告知とありましたので、今後ろに流れている曲、モノクロームという曲なんですけど、こちらのねシングル CD 発売中でございます。ホームページで
グッズのところから購入できるのと、ライブ会場でも購入することができます。ちなみにライブはですね、4月の13日火曜日、池袋のオンリーユーというねライブハウスで行われます。またその他にもどん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 ライブがありますので、皆さんぜひ先ほど言ったツイッターチェックしてみてください。はい、ではね、18時から18時半の回、ラジオはこれで終わりになります。本当にありがとうございました皆さん。今日もね、楽しいラジオになってもらえたら嬉しいなと思ってます。次回は4月の9日の金曜日、18時半から19時です。では皆さん、次回お会いしましょう。ありがとうございました。またね。ではありがとうございました。コメントもありがとう。今一瞬見ました。ありがとうございます。はい、お願いします。